我バルッタの化身なり。うわーパオーパオパオあのなんか青い目がこうちらっと見えるのが何とも言えないね。美しいこの感じ、かっけえでもあの象のかぶりもんだから、これカメレオンにも見えるな。ちびっちゃい象のかぶりもんで、ちょっとかわいいね。あ、アドバイス通り、古代兵装に装備なしで挑みました。こんなにリンクって髪長かったっけ。これバルタの髪、こんな髪してたっけ。こんな金色の背中まで長いんだね、髪が。かっけえ、古代兵装にセットすると。セット効果とかついたらいいのに。こんにちは、土の子です。さあ今回はね、ミファーの英傑のバラッドやっていきたいかなと思います。ここか、この塔のとこだね。うん、ルッタから飛ぶか。来たぜ。よくぞ来た。うわあ、これより示すはそなたの内なる力を高める新たな試練の場所なり。夢侮ることなかれ。うわ、なんか緑色でボコボコしてるとこ。これもじっくり見ていかなきゃね。1万年ものと時間をたたえるこの石碑、一体何を示すのか。おや、あなたはここで何を。そちらこそ。まあ旅の目的は人それぞれですね。そんなことより、ほらここにもやはり師匠の未完の歌に出てくる石碑が。ああ、歌に登場するまさにその地で歌えるという贅沢。師匠が完成させていた試練に挑みし英傑ミファーの章、お聞きください。また歌うんかい。水を天へと吹き上げしは清き水のルッタ、クリテにならんとするは優しき英傑、聖なる力高めるべしとの声を聞き。石碑に刻まれし試練の地をめぐらん、一つは光の道を進み、一つは古代のカラフクリ兵を退け、一つは滝にかかりし氷をくぐり、聖なる力を高めし英傑、次なる試練に挑まん。なんか似てるな毎回。いかがですか、カラクリ兵ってなんか嫌だな、嫌な響き。英傑たちの伝説を聞き重ねたことで理解が深まり、重要な層の創作が進みました。私の師匠もおそらくこの地で先ほどの章を歌ってみたはずです。師匠の意志を継いで歌を完成させ、晴れて歌うことができたなら、そのためにも私は英傑たちのことをよく知っておきたい。ありがたいことにゾーラの里の王と王子から英傑の逸話をお聞きすることができました。僕も聞きに行こう。完成させた歌をこの空の下で歌うこと、それが私の旅の目的です。よし、カッシーワに切りかかってくださいって言ってたな。どれ、焼き鳥にしてやろうか。まずは手羽先から。ういー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 目が怖い。くそ、焼き鳥にしたいのにさばけない。こいつやるな。これはなんかこの石の左側、これなんだろう、海なのかな。ゴツゴツしたとこのちょっと入り組んだ場所のこの緑のとこ、またこれワープ地点作っとこう。これはゴツゴツしたところ、もどこもゴツゴツしてんじゃねえかよ。おー、リンク、よく来てくれたな。真珠バルッタの剣はありがとう。元老院の爺様方の反対を押し切ってでも
ハイリア人の君に里を救うのを手伝ってもらったこと、本当に良かったと思っているぞ。雨が降り続けて魔物の増えた里までの道中を来てくれたこと、ルッタの攻撃をかいくぐって電気の矢で装置を起動させてくれたこと、ルッタを取り戻してミファー姉さんの無念を話してくれたこと、リンク、君には感謝してもしきれないぞ。こんな強引な俺に最後までついてきてくれて本当にありがとう。君がいなければ今のゾーラの里はなかった。これからも何かあったらこの里に立ち寄ってくれ。俺たちはいつでも君を手助けするぞ。ああ最高だぞ。リンク、君は最高のハイリア人、そして俺の最高の友だ。と、すまない、いつもの癖で話しすぎたぞ。もう熱くなったら見境がなくなるタイプだねこの人。だがこれが俺の感謝の気持ちなんだ。それでリンクは何の用事できたんだ。ミファーのこと聞かせてください。ミファー姉さんのこと、そうだな、最近気づいたんだが、100年前時々現れてはミファー姉さんとよく一緒に来た剣士、俺はそいつに姉さんを取られたように感じ悔しかったんだが、あの剣士は君だったんだな、リンク。おっと、君をリンクと呼ぶのは失礼か。なぜなら君はもしかしたら姉さんの夫、俺の兄さんになっていたのかも。はあ、いや、つい興奮して余計なことを、すまん、忘れてくれリンク。他にも聞きたいことはあるのか。なるほど。最近姉さんはミファー姉さんがルッタに乗るために試練を受けていた時と同じ異変が起きてるんだぞ。調査のために試練の地の一つであるウスラ峡谷の東にムズリとダッカを向かわせたんだが、謎が解けたぞ。あ、なるほど、ウスラ峡谷にいるんだな。よっしゃ、まずはヒントゲットだぜ。この王様は、うわでけえ、ちょっと離れないと話せない。ありがとうリンク、そなたには救われたぞよ。ミファーにはきっとそなたと一緒にいられて喜んでおるに気違いない。わしはそなたとミファーの力を合わせた戦いをここから見守っておるぞよ。わしが力になれることなら何でも言うぞよ。ミファーのことお願いします。ほんも、そなたにミファーのことを聞いてもらうのもあの子の絵の供養ぞよ。ミファーは昔から気立てが優しくてな、里の者、旅の者、分け隔てなく親切にする子だったぞよ。そなたが幼き頃ここを訪れた時もまるでもう一人の弟のように可愛がっておった。だがハイリア人はわしらより成長が早い。やがてあの子はそなたを見上げるようになり、ミファーの日記にも書いてあったようにそなたを慕うようになっていたぞよ。ゾーラの姫がハイリア人の剣士に恋焦がれる、我らの伝説にもそんな話があったぞよ。だからわしはいつかそなたとミファーが夫婦と なるならば、それもよしと思っておった。残念ぞよ。日記？最近見つかったぞよ。わしは嬉しくてな、ミファーの日記はそこの机に置いてあるぞよ。読んでもいいぞよ。ほほう、どこにある？ある、うしょー、ミファーの日記読むぜ。今日ゾルダルの里にハイラル王の表敬団が訪れた。その中にハイリア人で4歳ぐらいの男の子がいた。名前はリンク。第一印象は元気で笑顔が可愛いごく普通の子供かな。でも話を聞くとリンクは剣がすごく上手で大人たちを次々に任してしまうんだって。ただ暴れん坊なのか全身はあざだらけだから治療してあげた。治癒の力を見るのは初めてだったみたい。目を丸くして見上げてくる彼の顔が可愛かった。ゾーラの里で神獣が発掘された。名前はバルッタ。発掘現場で初めて見たルッタはすごく可愛い。丸くて大きくてお鼻が長くて。発掘に来ていたシーカー族の話だと神獣は人が操るものらしい。昔こんな大きなものを人が動かしていた。今度も誰かが操ることになるのかな。久しぶりにリンクが里に来た。でも子供の頃と随分雰囲気が変わったみたい。この駅士になり大麻の剣を携えた彼は口数が減り、あの笑顔もなくしてしまってた。何かあったのって聞いてもリンクは何も言わず、ただ首を振るだけ。背が私より高くなったせいかな、リンクは私の頭越しに遠くを見てる気がする。里を訪れたハイラル王国のお姫様があなたを神獣の繰り手にと言ってくれた。厄災に立ち向かうためにあなたの力が必要って。それを聞いた時心が決まった。厄災ガノンが復活したらこの里だってみんなだってどんなことになるかわからない。私にできることならやりたい。皆を守りたい。それに神獣はガノンと戦う騎士をリンクを助けるための存在だそうだから。今日久しぶりにリンクが里に来てくれたので雷獣山のライネルに皆が困っている話をした。リンクが黙って山に歩き出したので思わず後を追っていった。
彼は一人だけで行こうとしたけれど、それでも引かずにリンクについていった。山腹まで登った時、不意をついて現れたライネルに背後から襲いかかられてしまった。もうダメと思った時、リンクが素早く大麻の剣を鞘から抜き放った。ライネルを圧倒するリンクの剣技は早く力強く、そして流麗だった。目の前で起こっているのは戦いのはずなのに、リンクのあまりにも美しい動きに魅了された。誰かが困っているって聞くと助けに行く優しさ、目を見張るほど鮮やかで強靭な剣の技。私はリンクが最後に見せたとても美しい技は回転斬りっていうらしい。槍で真似してみようかな。今日ようやくお父様は私が神獣の栗手になることを認めてくださった。薬剤の脅威はこの里にとって人事じゃない。ゾーラもできることをやらなきゃいけないって、お父様に涙声で必ず無事に戻ってこいと言われ、泣きそうになっちゃって黙ってうなずいた。セゴンは最後まで不機嫌な顔で天井を見上げ、ムズリも途中で出て行ってしまった。二人には申し訳ないけど、やっぱりリンクを助けたい。そういえば鎧の材料がようやく揃った。そろそろ作り始めなきゃ。今日はハイラル城で叙任式だった。でも、正直言って式のことはあまり覚えていない。その後にとってもいいことがあったから。初めての体験だったし、ドキドキしたし、きっと一生の思い出になると思う。私のお願いを聞いてくれた姫様と、あの時のダルケルさんに感謝。でもそんな嬉しい気持ちが吹き飛んじゃうくらい、びっくりする噂を聞いた。リンクが、お姫様お月の騎士に選ばれたらしい。やっとリンクにぴったりの鎧が完成した。今度リンクがゾーラの里にやってくれるらしい。本当にこれ渡していいのかな。でも昔々ハイリア人の剣士に恋をしたゾーラのお姫様もいたらしいし、今回はリンクも姫様のお供じゃないから時間取れそうだし、そうだ、夕方リンクと一緒にルッタに塗ろう。昔々のゾーラのお姫様、私に勇気をください。ミファーミファー、そんな時に、おお、パオーパオーミファー、君はそんなにまで僕のことを。さてミファーに会いに行くか。お、いた、ここかな、ここ、ウルラ峡谷のこの端っこですね。これだ、間違いない。こんにちは。おお、英傑様ではありませんか。こんなところでお会いするとは。今私はムズリ殿の護衛でここに来ているんですよ。何でもこの場所にミファー様が受けた試練があったとのことで、ムズリ殿から聞かれるといいでしょう。よしよしすげえ、リンクか、ここへは何しに来たぞら。わしらはシド王子にこの地を調べるように言われてきたぞら。ここはミファー様が試練を受けた場所。100年後の今、当時と同じ異変が起きているぞら。ミファー様は文献で見つけた、朝日が昇るとき光の道を進み先に試練ありというこの試練に関する言葉を繰り返しつぶやかれておったのだが。なるほどなるほど、道を進み、これか、朝日っつってたね。ってことは朝か。さあどうだ。お、ちょっと待って、ウルボザの怒りいつでも放てるよ。なんかあの青いのない、なんか、あ、ちょっと待ってすげえ、海の真上にない、大丈夫かな、どうだ、ほい、おお、朝日に照らされて、おこらが出たぞー、出た。さあどんなとこだ、ゆかし、溶かしの加減、炎で溶かしたらいいのかな。あー、ちっちゃくなってる。よし、取れるようになった。ほう、なるほど。ああーちょっと待って、あ、よしよし、登れた登れた。よしよし、乗れたぞ。アイスメーカーで
ここに氷を持ってきくくる。でモコモコモコ、どんぐらいだったらずらせるようになるんだろう。まあこうやってずらしつつ動くようになったら炎の剣をやめるか。滑って動かないよ、滑って動かない。全然動かねえじゃん。どうだ、おお動いた、詰まった。全然、あ汗出てる。リンク汗出てる。うわシビアに動く、マジ。押し方がむずいんだけど、そこまでシビアンするか。動け、とにかく。よし、ドリフトしながらちょっと。つつー、なんでここで止まるの。よし、おい乗ってけ。つつー、よし、これで持ち上げれば多分大丈夫っしょ。ここでズズーン、メキメキメキ。どうや、はい、できました、イエーイ。まず1個目ゲットだぜ、ルッタの証ゲット。大地があって、石がある、でなんか深いところがある。あ、これあれじゃない？ゾーラの里じゃない？ん？お、これじゃない？枠ぐりか。あ、あーそうだ。装備を忘れとった。ミファーの。よし、今だけはミファーになるぞ。よし、スパン。え？あ、ちょっと、やべ、あー消えちゃった。はいはい、ちょっとハラセールで結構早めに、はいはい、これ登ってよし、行けました。できた。さあ、ここは鉄と柱の階段。ほほー。お、ぴったり張り付い、あ、張り付いた。ああ、なるほど、そういうことね。はい、なるほど。なるほど。ああ、これ登れる。ビタロックしてビタロックしてアイスメーカーでててどうだ、これか。おっ、いったぜ、イエーイ。なるほど、楽しいじゃないの。プルプルしてる。プルプルしてるで。とりあえず置いて、あれ置いといたはずなのに、あれ。やべえ、なんかやらかした。縦は無理なのか。ちょっと待って、こっちの限界まで上げまして、ビタロックで、あー遅い。こう出して、あ、こう出して、これを
や、これをした。あ、いけるかも。こうして持ち上がれ。おお、持ち上がれ、強い。待って、あ、これちょっと待って登れない僕が登れない。あ、行ってる。ちょっと待って、もう一個作れるはず、確か氷、アイスメーカーはもう一個作れる。ここに作って、あ、でも横から、おしよしよしよし、いけた、よし、いけました、よかった集めゲット。さあ残りはここか。なんかカラクリ兵とか怖いこと言ってなかった大丈夫かなあ、今度こそあれがいいんじゃない、やっぱ古代兵装がいいんじゃない。あ、これがポイントだね、この滝の出口のとこの左側、これか、滝の出口のとこのこれだ、ゾラ大地だね多分。どうしたんだみんなで。リンク、まさかお主真珠を進めてくるとは。わしはミハー様が真珠に飲み込まれて100年前からお主を恨んでおったが、どうやらお門違いじゃったゾラ。どうゾラ、水に流してくれんかゾラ、ゾーラの里だけに。今のは忘れてほしいゾラ。そんなことより、お、ミファー様が試練を受けた時と同じやつが向こうのゾラ大地に現れてるゾラ。当時はミファー様が退治なさったが、今回は一体誰が試験を受けているゾラ。チラ私です。うん、こんなところでハイリアの方とは珍しい。と、リンク様ではありませんか。真珠バルータの件では本当にお世話に。いや、それはそうと、リンク様、ゾラ大地に青い目のガーディアンが現れたゾラ。ミファー様が試練を受けていた時にも同じやつが現れたとかで、親父は心配ないと言っていたのですが、念のため見張っているゾラ。なるほど、あいつをやっつければいいんだな。できるかな。おーい、あ、光る。うまくいってんのかなあれ。あ、今のはうまくいってねえ。あ、ちょっと待って、マジこのリザルフォースがやだ。ちょ待って、セーブさせて、セーブ死ぬこれ死ぬパターンや。来い、よし、まず砲台をやったぞ。わ、いっぱいいるんじゃね、まさか。めっちゃいっぱいいそうな感じ。一体ずつ行きたいなあれどうやって倒したらいいんだっけこれ。全然気づかねえじゃんこっちに。おーい、気づかねえ。あれ、ほや、あ、違う、やばい。よし、来い、よし、おい、おい、おっしゃ、もう一体、うしょーうっしょー、ああ、ちょ真上やだ、真上やめて、来いや。
てえマジ。よし、ダメ今の。ちょ待って、なぜ。痛い、ちょ勘弁して、マジで。やばい、死ぬよ、もう、また。くっそ。真上からっていうのはきついな。上からやられると本当は弱い。よし、来いや。よし、俺だぜ。マジで。よし、ふう。よし、来いや。もう待って。ああやばい。おし、いけました。ふう。ちょ今縦かま、あ、よし、これは来たぜ。よし、まだもう終わったかな、これで。よっしゃー、なんとか苦手なガーディアンも倒しました。古代兵装のおかげでダメージがすごい少なかったね。柱の支え、どれどれ。またこれなんか昔のゲームみたいな感じだね。やっぱりここを固定するでしょ。こう止まるかな。あー、なるほど、ここに跳ね返らせる。コーン。ダメじゃねえか。あ、来た。ちょい。もう。もう。あ、挟まっちゃった。よし、これでどうだ。もう。なぜ。どうだ。いや、マジむずい、もう。お、いけたんじゃない。あの、作らないでいけたわ。え、お、勝手に浮き上がっていった。おっしゃ。いやーきつかった。さあ3つ目ようやくゲットできました。我バルッタなり、ルットの中に入る選ばれし者なり。神獣を訪れし者よ、女神ハイリアの名におき試練を与えよう。ルッタの証と引き換えに己の記憶の中へと進むがよい。覚悟なき者には厳しき試練、己の記憶と侮ることなかれ。行くぞ。ゾウさんですけど、僕。ギュン。あ、ミファーの鎧を着て。ここはそなた自身の記憶が生み出した無限の異空なれば、
眼前に現れしてきは己の恐れが生み出したる越えるべき壁。この戦いは魂の試練。我の与えし道具のみで見事勝利してみせよ。来たな。春日の。手がちょっとリアル。怖い。出たね。ビビーン。なんかブーメランみたいな。水のカースガノン。どうやるんだったっけな。なんか投げてくるんじゃなかったっけ。水の上をなんか歩むような気がしたけど。ちょっと待って。ゾーラの弓と木の矢があると。そして、あーなるほど。おい、偽物レプリカ2個持ってるぞ。降臨の槍がある。どういう攻撃だっけな。あーなるほど。なんだっけな。なんかおぶねえ。近づくか。つくぞ。つんつくつんつんつくつんつんつん。はい。あ、嘘。ウルボザの力を使え。ほいで、ツンツクツンツンツン。あ、やべ、使っちゃった。間違えた。間違えて使った。ツンツクツンツンツン。下からつつけ。いてぇ。ツンツクツンツンツン。あれやだね。あれやだね。ツンツクツンツンツン。ツンツクツンツク。どうやるんだっけな。なんか氷かなんか投げてくるのを、それを壊すんじゃなかったっけ。違った。あ、そうそうそう、水のこれで壊すんじゃなかった。ほら。で、ピューン。チク、チクーリ。あぶね、いってチクーリ。あぶない。全然ダメージ与えられてない。どうしよう。どうやるんだったっけな。やべえ、やばい、負けるマジで。あ、最悪。初めて負けたわ。ルボザはちょっと取っといた方がいいね。いって突き刺された。はいはい。背中をプスプス。背中プスプスしちゃうぞ。はい。プスーリ。よし、こっからだよな。こっからどうするんだったっけ。ちょっと忘れちゃったな。これをなんとかするんだったっけ。ちょっと待って。ああ。これを。あ、これでぶつけられるんじゃないの？どうだ？待ってくれてる。あ、ほら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 。ぶつかって、ぶつかって。落ちてる落ちてる。いけー。プスーリ。なるほど、そうだ、これだ。ちょっと待って、ウルボザを使わせてくれ。ほい。ほら、あ、くそ。
と待って、おし、ダルケルがいるんだこっちとら。プスプスプスーリ、スピタロックで止めて、おい、あ、壊れちゃった、頼む行ってくれ。その前にプスーリその前にプスー勝ちましたギリギリだったけど、よっしゃー、うちゃー、ビッカーピッカー、勝ちました、ギュン、あ、ゾウさんだった僕は。どうも。おやおや、目的は違えど足の向かう先は同じのようですね。もっとも私の場合は足でなく翼の向かう先ではありますが、この地方をめぐってゲイケツミファーの逸話を聞いているうちに、師匠の未完の歌とは別に私も彼女を表現してみたくなりました。そこでミファーが操ったというこの神獣バルッタの下で、こんな歌を作ってみました。在りし日のゲイケツミファーの姿を。これはルッタを繰りし者が未だ英傑と呼ばれる前の物語、その名はミファーゾーラの王女、里おどずれし姫と滝の根間近に。どんな物語だろう。それで姫様、私の他に選ばれた4人は、ゴロンの猛者ダルケル、リトの戦士リーバル、ゲルドの族長ウルボザ、そしてタイマの剣を持つ剣士。目が綺麗。リンク。そう。かわいい。シドン、早く登っておいで。ミファ、やはりシドの年で滝登りはまだ無理なのでは。でも姫様、私はルッタに乗るのだ。データマ、水が、水飲んじゃう。おおおお、かっけえ。尻尾だけは立派だね。なんかこう見たらイルカだな。この里はあなたが守らないといけないのね、シド。ほっぺがかわいい。じゃあ滝登り、もう一度頑張ってみようか。リンクのこと何にも言ってない。お優しい姫と語り継がれていますが、
毅然たる一面もお持ちだったようですよ。いかがでしたか、英傑ミファーの歌。彼女の決意を歌にできたことで師匠に一歩近づけたような気がします。おぼろげながらではありますが、足りない師匠の姿が見えてきました。強くなったね。あなたは本当に強くなった。ミファーの祈りももっと役に立てるはず。パオーン。今のあなたならきっと救える。このハイラルと、そしてお城で待つ姫様を。パオーン。パオーン。パオーン。ミファーパオーン。やりました、ミファーの歌コンプリート。うわぁ、うわぁ、ミファー、ミファーはいつでも僕の心の中に。神獣となった今、僕とミファーは一心同体。これなんかどう見てもあれなんだけどな。あの、敵キャラにそっくりなんだけど、俺。ああ。畜生。僕はもう畜生になっちまった。ミファーどこ、ミファー。はい。ということで、次回はラストのウルボザをやっていきたいかなと思います。よかったらまた次も見てください。それでは土の子でした。